新鮮市場木村。はい、始まりました木村ズキッチンです。広報の木村と総菜部の郡司です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。郡司さん、今日はピザを作ってくれるっていうことで、はい、そうです。昨日自慢のピザを作り方、そして出来上がりの素晴らしさを見ていただこうと思って、はい、よろしくお願いします。4種類あるので、それを今日はちょっと見せていただこうかなと思ってるんですけども、どんなピザがありますか？照り焼きチキンマヨピザ、ツナコーンマヨピザ、クワトロフロマージュ、ソーセージとベーコンのピザです。どれも美味しいですよね。どれもいい。それを今日は作っていただこうと思うんですけれども、はい、まずはじめに何を作っていただくんでしょうか？まずはじめに、そのうちの自慢の生生地から手伸ばしで伸ばす生地の作り方をやりたいと思います。はい、よろしくお願いします。生地を伸ばしていきます。まあ、一枚一枚この粉をこうつけとかないと、滑らないと広げられないですから、引っかかっちゃうと穴が開きます。はい、粉を一応つけて、はい、この中に発酵した寄付が入ってますから、はい、それを最初にこういうふうにして、ほらほら、あ、きちっとこう、はい、潰していきます。裏にして、ほらこれですね、うん、この寄付を取って、はい、また返して、今度こっちが持って上になりますから、はい、それからこっちを押さえて、はい、少しずつ一気にやっちゃうと切れちゃいます。今度こっち180度まで、今度こっち、こうなった状態に今度こっちやって、はい、でこっちを押さえて、ギュッ、このまま来たらもう成形に入ります、はい、丸くするように、だいたいへこんでるところを今度キュッと伸ばして、はいはい、やってみます。トライしてみますか？やってみましょう。はい、手袋ちょっとお借りします。はい、一応粉は一応、はい、ありがとうございます。つけときますんで、はい、ではちょっとやってみます。あ、もうふわふわですね。はい、これね、まずは寄付を潰して、うん、あ、ポコポコって言ってるのが、で返して一回、もう一回、はい、はい、ですね、で、そこでその時点で平均にします。はい、厚さを、はい、それで伸ばしてください。はい、こっちを押さえて、で、そう、ゆっくりと、ゆっくりと、はい、それで6回ぐらい、はい、今1回ですね。はい、それで、はい、で、だいたい今度丸く成形すればほぼもう出来上がりですね。 OK じゃないですか。お、うまいですね。あ、よかったです。できたんです。こうやって、はい、縁を厚くして、なるほど、ここがいわゆるピザの膨らむ状態のところになります。はい、 OK です。あ、100点満点ですね。ここが薄くて縁が厚いのはアメリカンタイプなんですけど、でもそれはイタリアにもあるんです。なんでこんなに郡司さんいろいろご存知なんですか？私ニューヨークにほぼ30年いました。その時に、はい、あのイタリアに1ヶ月間イタリア料理を勉強しに行った経験があるんですよ。ミラノから入ってベネチアに行って、はい、ベネチアからボローニア、フィレンツェ、ピシャ、イタリア料理を食い尽くしました。うわ、そらやっぱりそんな人がね作るピザは違いますよね。これ一応ピザの生地は、はい、伸ばし終わりましたね。はい、まずはソーセージピザからいきます。はい、でこれは特製のソースです。はい、これミートソースみたいなもんです。そう、ミートは入ってないですけども、はい、野菜とトマトペースト、はい、からピューレも入ってます。まあ、これをこう、はい、こんな感じですね。これデンマークモッツァレラですね。ソーセージピザですから、ソーセージを並べます。はい、ベーコンを真ん中辺に、はい。これはアメリカンパルメジャン。はい、これがまず一つですね。はい、ソーセージピザです。はい、その次はツナコーンマヨ。郡司さん、一番開発で大変だったなと思うのは、ソースを使わないでチーズだけのピザがあるんですよ。はい、これから作りますけど、はい、本格的ピザに凝ってる人たちが食べるようなピザですから、はいはい、あれは大変でしたね。なるほど。これ焼き上がりにマヨネーズを、焼き上がった後にマヨネーズをかけます。次がクワトロですね。4種のチーズです。これはトマトソースは入れません。モッツァレラ上にゴーダを乗っけます。はい、ゴルゴンゾーラを、はい、パルメジャンを乗っけ、はい、で4種目の照り焼き、はい、これは特製の照り焼きソースです。
あらかじめボイルしておいた鶏を乗っけます。これで一応焼き上げる前の4品が揃いました。はい、ピザ専用のオーブンです。約325ですね。4分程度で焼きます。で特製の箱で、はい、ピザ屋さん の、 あのデリバリーの箱みたいな可愛らしい箱に入ってるんですけども、はい、このマークが決めてます。そうなんです。あのぜひともですね、このマルキマー マーク、最近変わったパッケージなんですけども、このマルキ印がねあるお惣菜だったりとかはですね、味に自信があってですね、木村が独自でこだわって作ったものなので、何かあったらいいかなって迷った時にはですね、これを目印に買っていただければと思います。こちらパーティー仕様にちょっとセッティングしたんですけども、専務に来ていただいて試食をですねぜひともさせていただこうかなと思ってまして、まず専務、これにだいぶ期間とコストをかけたとちらっと聞いたんですけども、はいはいはい、はい、やっぱり一番ピザなんでチーズの量、これだけはやっぱケチれんなと。本当はやっぱピザって実はチーズがめちゃくちゃ高いんですよ、原価的にはね。だからチーズをごまかしてチーズ風味ソースにするとか粉チーズにするとかしたら破格に安くできるんやけど、それしたらピザの本物感がなくなってしまうので、うちはもう本物をしっかりとたっぷり入れようっていうことで、だからまあまあ倍価は高いんですけど、それでもうちの惣菜の中では会社としては儲けが少ない商品ですかね。だからもう美味しいと思います、これは、はい、じゃあ試食させていただこうかなと思います。はいはいはい、ツナマヨコーンピザを専務に食べてもらえると思います。このね具材たっぷり感がねこだわりなのよね重い、めっちゃうまい。チーズたっぷりやがこれトロトロなのよね、うんうん。クワトロフォルマッジといえばやっぱ蜂蜜、これついてるのでこれをかけていきたいと思います。この蜂蜜にもこだわってますからね。蜂蜜のこだわりは何ですか？本物の蜂蜜です。蜂蜜風のシロップみたいなのが結構多いんですけど、ね、なるほど、うん、じゃじゃーん、これをいただきます。うん、めちゃくちゃチーズの香りが、顔をここ近づけた段階でゴルゴンゾーラの癖のある香りが、私これめちゃくちゃ好きなんですけど、ふわっと香るんですよ。甘じょっぱい美味しいところがギュッと詰まった、私はこれが一番推してます。チリマヨピザですね。安心感のある味、うん、やっぱりね、うん、日本人は照り焼きっしょ。そうですね。次はこちらですね、ソーセージマヨピザ、ザ王道中の王道ですよね、うん、これはね。いただきます。うん、おいしい美味しそうに食べるね、うん、私今までクワトロが一番だったんですけど、改めて食べるとこれをめちゃくちゃ美味しいなと思いますこれお惣菜部で作ったこだわりの唐揚げとフライドポテトなんですけども、この唐揚げも実は何回も改良してる、うん、そうそうそう、うん、もう毎年毎年必ずリニューアルを重ねて、うん、前モデルよりはいい唐揚げ、いい唐揚げってしてるんで、もう今はかなり美味しくなってると思いますね。この大きさ、ボリューム感っていうのはなかなか画面越しではね伝えきれないと思うんやけど、迫力満点ですよ、この唐揚げは。めっちゃ大きいですよ、うん、普通の唐揚げの2個分ぐらいですからね、これかつ味も相当こだわって何回も何回も試作して粉の配合を変えてやってますから、はいはい、一番リニューアル重ねた商品かもしれないですね、唐揚げが。じゃあちょっと食べますね。はい、うん、衣もねちょっと薄い感じにして、
うん、食べ応え満点、うん、美味しい。しかも桃にこだわってますから、あ、柔らかくて美味しいんですよね。今回はですね、皮付きのフライドポテトをお願いして作ってもらったんですけど、フライドポテトも2種類あって、細長いよく見るやつと芋感が強めの皮付きのやつと選べるみたいですよ。注文するときにぜひ注文してください。今回の動画どうだったでしょうか。木村自慢のピザ、ぜひとも買って食べてみてください。できればですね、ご家庭のオーブントースターで3分から4分焼いていただくと、チーズがとろーりとろけて美味しく召し上がれます。ぜひともですね、買って食べてみてください。今日はグンジさんありがとうございました。いいよ、こちらこそ。食べてみてください。またね、バイバイ。